不評は、将棋の駒の一つ。本将棋、平安将棋、平安大将棋、小将棋、中将棋、大将棋、天竺大将棋、大大将棋、真下大大将棋、大将棋、大局将棋に存在する。不と略されることが多い。駒の表面駒の裏面一般的に不と略す。不評のなったものをと金と言い、とと略す。の裏側に書かれている文字が、ひらがなの、 とに似ているためである。なぜ、とに似た文字が書かれているかについては、がある。実際、と金の駒字も、書体によって、今の崩し字と見られるもの、ひらがなの、とと見られるもの、今か、と、か微妙なもの、今でも、とでもないものなどが見られる。基本的に前に一つずつしか進めない、非力な駒ではあるが、負のない将棋は負け将棋。所詮負がなきゃ成り立たぬ。 手のないときは端符を付けなど多くの将棋の格言があるように将棋の基本の駒であり実際符の手筋も突き捨ての符や叩きの符をはじめタレ符、頂点の符合わせの符連打の符次符ダンスの符さらには金定の符など数多くあるまたと金になった場合には金賞と同等の攻撃力を持ちながら相手に渡したときにはただの符表に戻るため 攻撃側にとって非常に有用な駒となる。負に関するルールとして2歩と内ぶずめの禁じ手がある。行きどころのない駒は禁じ手なので一段目に負を打つことはできない。また一段目に盤上の負を進めた場合は必ずならなければならない。なお、と金になった場合はその重列に新しく負を打つことが可能になり二歩にはならない。英語ではポーンと訳され、 略語として P が使われるが、チスのポーンは、ふと一部の動きが違う。また、トキンの英語名称は、プロモーテッドポーン、または日本語からの音写によるとキンで、略語は P、または T である。明治期までの一部の書籍では、フではなく、ヘイと略すこともあった。不評は、歴史的には、チャトランガのヘイに相当するコマである。海外の将棋系ゲームでは、 日本将棋の不評に相当する位置に、チャトランガの兵に相当する駒が配置されている。なると金賞。中将棋では、フトリャクス。なると金賞。セイクオと金と書く場合もある。慣れる場合は通常はなりが選択されるが、中将棋では、不評はシシ、死士のつけ、悔いに使えないため、中将棋では稀に不評の不ナリが、戦略上有効になるケースもある。 これらの大型将棋類の不評の聖句としての金賞は本将棋と異なり多くの場合本将棋の成り強のような字体の金の崩し文字が書いてある。マカダイ大将棋、大将棋ではなるのは敵駒を取った場合のみなのでなっていない状態で番の一番奥の列まで進むと完全に行きどころのない駒になってしまう。また中将棋ではルール上番の一番奥の列で不りを選択する。 こともできるが、その場合も生きどころのない駒になってしまう。なることはできない。したがって、番の一番奥の列まで進むと、完全に生きどころのない駒になってしまう。ありがとうございます。